第27回全日本大学女子サッカー選手権大会は2018年12月23日から2019年1月20日にかけて兵庫県と東京都で開催された全日本大学女子サッカー選手権大会である。別称はインターカレッジ女子サッカー JFA ユースデベロップメントプログラム対象事業の一つである。日程は4年連続の年またぎ開催。 なお、大きな地域実力差と過密な試合日程に関しては課題が残っている。基本的に大会実施年度の JFA サッカー競技規則に従い参加チームによるノックアウト方式で5大会ぶりに3位決定戦を行わない。その他の事項については女子大会部会において競技の上決定する。主な大会独自規定交代は 登録した7名以内の交代要員の中から5名まで。時間内で勝敗が決しない場合は、PK 戦を行う。時間内で勝敗が決しない場合は延長戦20分を行う。延長戦でも勝敗が決しない場合は、PK 戦を行う。関東地域所属チームが4連覇しているため、出場枠は昨年と同じ振り分けとなった。太字数字は、シード。 ふトじチームは優勝経験校。社体児は、シードチーム。なお、一回戦での同地域同士の対戦が、避けられている。準々決勝提供、平成大学部よってもん、学院大学東洋大学部日本体育、大学姫路独協大学、V 井神奈川大学徳山大学、V 井稲田大学社体児は、兵庫ラウンドでのシードチーム。準決勝提供、 平成大学 V 日本体育大学姫路、独協大学 V 和世田大学決勝戦日本体育大学 V 和世田大学、フェアプレー賞は、準決勝進出チームの中から選ばれる。上位を抜粋。決勝戦提供、JFA、解説、岩清水氏。ありがとうございます。